どうもこんにちは、白鳥です。第2回目ということで、じゃがいもの栽培の近況というか、今日も植えていこうかなと思うんですけど、はい、大きな声でお願いします、はい、大きな声で、はい、前回はちょっと初めてっていうのもあってもう4メートルしかやらなかったんですけどあまりのさすがに少ないんで、はい、今日は、はい、こちらの方を用意して、ここの一畝が全部今4メートルなんですけど、残りのあと16メートルを、全部植えていきたいと思います。で、予定ではもう一つのこっちの畝まだ全然使ってないんですけど、こっちにもう一つの種類、はい、私が植えようと思ってるのがノーザンルビーっていうもう一つの品種があって、はい、ちょっと赤い種芋になるんですけど、ちょっとそれも植えてみようかなと思ってて、で、そしていろいろホームセンターとかで、行ったらやっぱりちょっとなくて、うん、で、種屋さんとかにも、ちょっと教えてもらったんですけど、去年が、ノーザンルビーの品種がちょっと不作だったみたいで、なかなかだから今年は売られてないっていうことを教えてもらって、ちょっとここら辺のホームセンター回ったんですけどなくて、で、ちょっと運がいいことにですね、私の両親の方の実家の方では売ってるっていうのを聞きましてそれをちょっと送ってもらって、なるべく今週中にこっちの畝の方にもノーザンルビーの方を一気に植えていこうかなと思います。で、今日はとりあえずこの男爵芋ですね、男爵芋を全部残り植えていこうかなと思います。はい。で、前回は4メートル植えた時に、種芋に切り口に草木灰っていう灰をつけないで植えたんですね。うん、なぜかというと、今の季節は、やっぱりあんまりこう寒いので、まだ寒いのでこう菌が繁殖しにくいっていうのを聞いて、前回はやらなかったんですけど、やっぱりこういろんな本を読んでるとやっぱりつけた方が無難っていうのもありまして、ちょっとそう比べるっていうのでもちょっと今回はつけてやってみようかなと思います。ちょっとどんな感じになるか、ちょっと私もワクワクドキドキなんですけれども、はい、ちょっと今日はこれでこれから植えていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。どうぞ作業を。あはい、続けます。よし、ちょうど今はちょうどあれですね、耕して、ここをだいたい5センチの段差でつけて、今から溝を切っていくところなんですけど、だいたいここの上間が70センチです。うね幅がね、はい、うね幅が70センチなんで、その真ん中ですね、だいたい今回はこれが印があるんで、同じところにちょっとこう手でもいいんでこうやって印をつけてあげて、よいしょ、上げて、あとはこの三角砲を使って真ん中に溝を入れるんですけど、これも深さがだいたい7センチから8センチっていう風に書いてたので、それで切っていこうかなと思います。じゃあここからですね、よいしょ、多分1回では7
今センチ8センチなってないんで、もう一回何往復かして、だいたいこんな感じで、まあ、7から8センチぐらいですかね。で、よいしょ、ここからついに種芋が、種芋の出番なんですけど、これを、最初、私の、まあ、靴のサイズが、まあ、27ぐらいなんですけど、まあ、靴履くと大体30センチくらいだったんで、30センチ間隔で種芋を植えていこうかと思います。で、最初にこの切り口の方を下にして植えていきます。よいしょ。なんかこれもいろいろ調べると、なんか逆さ植えっつって、反対で植える方が、まあ、根がこう下からこう生えてくるんで強くなって、なんかむしろこう、まあ、丈夫な、まあ、じゃがいもが育つっていうことも聞いたんですけど、まあ、それもやっぱり、まあ、ちょっと場所にも環境とかにもよるっていうことも書いてたんで、まあ、今回は普通に切り口を下に向けてやっていこうかなと思います。で、こうしたらまた足を置いて、この間隔、これがだいたい30センチ、これをひたすら置いていくって感じですね。よいしょ。
あとちょっと足りなかったかな。はい、ちょっと計算ミスですあと少しでしたね。こう4つぐらいかな。4つ。まあ割り算ですから。そうですね、ちょっとまだ種芋もまだあるんで、それもちょっと使ってちょっと調整していこうかなと思います、はい。でまあとりあえず、まあ、今はここまで置いたんで、じゃあここから土を次かけていこうかと思います。移動するときはこの、トンボレーキ、はい、を使って、この片方側からまず歩きながらこんな感じで切っていきます。これもちゃんと最初の時点で気づいて深くしないとダメですね。花粉が花粉がね、本当に今きつくて、私も仕事しながらもう鼻水ダラダラみたいな感じですけど、よしと。ちゃんと7、8センチやれてれば、最初の土かけた段階でちゃんともう芋がだいたい隠れる形になるんですけど、こうやって見えちゃうってことはちょっとここが浅いですね。ここも浅い。で今度は反対側からまた当てていきます。あ、ごめんなさい、俺手順間違っちゃったな。本当は本当は、あ、まあここに、まあ、今は溝が残ってるからいいですけど、土かける前に分からなくなっちゃうんで、ここに必ず、まあ、イボだけというか、まあ、何でもいいんですけど、真ん中にちゃんと刺してから土をかけた方がいいです。はい、ちょっとまさかの忘れちゃいましたけど、まあ、ちょっと幸いここが今溝がまだあるんで、それをちょっと目安にしてちょっと後で刺していこうかと思います。危ないな。
ちょい最初の溝切るときにもうちょっと間を大きくして深くやった方が良かったですね。ここが浅いね。はい、ちょっとまだ慣れてなくて時間がかなりかかっちゃったんですけど、だいたい何分ぐらいかかってますかね。今20分。多分本当はもうこれはもう慣れてる人だったらもう5分とか多分それぐらいで終わる作業なんですけど、はい、ちょっとやっぱりですね、まだまだ手順が、まあ、手順は押さえてるんですけど、まあ、ちょっと忘れちゃったりとかって、あとはちゃんとね溝が切れてないとかやっぱあったんで、まあ、ちょっとそこも、まあ、次の畝もあるんで、まあ、どんどん、まあ、効率よくやっていこうと思います。はい、今日は、まあ、とりあえず覆土土をかけるところまでやってみました。はい、また来週の、そうですね、またこの週に、この日曜日と同じぐらいに、ノーザンルビーちょっと植えていこうかと思うので、はい、よかったら次も見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。さよなら。